はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の母集団と標本丸1をお送りします。で、タイトル変わりまして、で、前回のね動画の最後にもちょっと話をしたんですけど、ここをまた表を使う問題がすごく多いんですね。乱数表とかって言うんですけど、で、それはちょっとね、こうピックアップして問題出すのが難しいので、それを使わない問題のみになってしまうんですが、少し動画撮っていきますので、もしよかったらお付き合いください。で、今回は2問です。なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと分かんないのがあれば、今からね自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は問題を解けるようになってほしいっていうのもあるんですが、実は新しい知識ほぼ出てこないです。で、どっちかというと言葉をちょっと覚えてほしくって。で、まず問題読んでいくと、1、2、3の数字を記入した玉がそれぞれ2個、3個、5個。つまり1が2個、2が3個、3が5個袋の中に入ってます。で、これを母集団として次の問いに答えようっていう問題。で、今回、そのね、集団分布、母集団分布とか、平均分散標準偏差って今までいっぱいやってきたじゃないですか。それも全部母がついてるんです。母平均、母分散、母標準偏差となってるんですけど、これ、母集団っていうのは、これ次回の動画で、その母集団から抽出した標本のやつとかも話が出てくるんですけど、例えば今回10個の玉がありますよね。その10個の玉を元の集団と考えてるんです。母集団。まあ、元の集団だと思ってください。まあ、もう10個だとちょっと少ないですけど、じゃあ例えば、じゃあみんなが通ってる高校、ね、もう全校生徒も何百人っているわけじゃないですか。で、全校生徒をその全部母集団だとします。何百人。じゃあ一応300人としようか。300人の母集団。少ねえな。いいか。300人の母集団だとしてください。で、それを全部チェックするのが大変な時に、そっから無作為抽出といって、例えばね、男女がいるけど、ちょっと女子だけでとか、それダメね。じゃなくて、はい、この子みたいな感じで50人無作為抽出しますっていう。そういうのを標本って言います。元々の集団からこう取ってきたやつ、何人かね。全部調べるのが大変なので、50人選びましたみたいな。で、これを母集団と取り出したやつを標本っていう言葉が出てくる。で、今回は標本がないんですけど、一応母集団。だからそれが元の集団で、それについて考えてますよと思ってください。でも、分布も平均も分散も標準偏差も全部公式同じなので、そう、公式、まあね、分布は書き方も全部同じなので、特に新しい知識はないです、ここに関しては。いいかな？だから、まず、母集団分布、つまり確率分布書きたいんです。あの、表ですね。を書いていきたいので、もう単純に、X でしょ？で、P。で、今回出てくる玉は、1、2、3の数字の3つしかないんで、1、2、3、切って、計、1ですね。で、全部で10個って分かってるから、1が出るのはもう2個しかないんで、10分の2でしょ？で、2に関しては10分の3でしょ？で、3に関しては10分の5でしょ？ってことで、はい、終了みたいな。そう、何も変わらないんです。母がついてるけどね。っていう感じになります。で、集団分布がね、まあ、集団分布、確率分布が、書ければ、平均も分散も標準偏差も、全部ね、公式で求めることができるので、で、それを使って求めていくと、まず平均、母平均 M だね。は、もう10分の7書いちゃいましょうか。10分の。こことここをね、かけて、足せばいいので、1×2、10分の2、プラス、2、3が6、プラス、3、5、15と、なって、10分の、よいしょ、23と。これで終わりですね。まあ、期待値っていうことは同じね、平均と期待値は同じなので、まあ、その出し方で求めてください。で、次、母分散。まあ、前まで分散 V 使ってましたけど、ここはシグマ2乗をよく使います。まあ、シグマ2乗ですね。で、これに関しては公式です。まず、2乗したやつ。よく、VX2 乗って書いて、あと EX2 乗かって書きましたけど、
10分の2乗してかける。2乗してかける、2乗してかける。だからここは変わんないんで、2なんですけど、2、2が4、4、3、12。サザンが9だから、9、5、4、15。こっから、さっき出した平均ね、まあ期待値、平均だね。あれを2乗したものを引き算します。まあこれ今までやってきたやつと同じだからね、公式。で、こっちが10分の59か。で、あっちが100分のに変わるので、通分しちゃおうか。100分の、59に10かけるから、こっち590。はい、23の2乗。すいません、ちょっとね、暗算きついっす。529。だから、100分の、待って、入ってるね。61か。となって、これで分散が終了、母分散だね、が終了となります。で、標準偏差に関しては、まあ、母がついてる母標準偏差ですが、分散にルートつけるだけなので、シグマイコールそれにルートつけて、ルート100分の61で、上と下分けることができるので、下ルート100は10と同じで、ルート61はね、ちょっと出すことができないので、10分のルート61で、これで終了となります。ね、新しいことなしでしょ、特に。なしなんですけど、まあ最初に話をした、その母集団と標本ですね。そう、その辺、その辺のね、言葉の意味をちょっとね、覚えてもらえたらありがたく思います。では、今回は高校数学数 B の母集団と標本丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、一応ですね、このタイトルもう一個だけ取ろうと思っていて、なので次回もう一本ね、ちょっと文章系の問題をやりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。